君が楽しそうにしてる時ってよくエリカに叩かれてるでしょ。だから君は攻撃されたら元気が出る属性なのかと思って。でもね、ネバネバネットカイも攻撃用の嫌な匂いじゃなくてリラックス効果のあるいい匂いにしてみたんだよ。はうん、そうだよね、これじゃあ逆に落ち込んじゃうよね。ねえ聞いて、私ね、君たちを見ていて思ったの。ハッカーってかっこいいなって。だからね、私ハッカーデジモンになろうと思うの。デジモンなのにハッカーなんて聞いたことなくてかっこいいでしょ。私エリカと記憶を共有してもうそれなりのハッキングもできるようになってるし、だからね、私が君の友達の代わりにヴァンガードを目指そうと思うの。君の友達言ってたんでしょ、正義のハッカーヴァンガードになるって。君の友達はデジモンに影響されて暴走したせいでやり方を間違えちゃったかもしれないけど、その夢自体はとても素敵なことだと思うの。だから私がヴァンガードになっていいことをいっぱいするね。そうすれば君の友達が考えてたことが間違いばっかりじゃないって証明できるもんね。それに立派なハッカーになれば、もしデジタルワールドに帰れなくてもリュウジが私をハッカーの一員としてフーディエに入れてくれると思うしね。一石二鳥でいい考えでしょ。エリカが私たちのことを呼んでるよ。病室に来て、だって。変な匂いがするし。何でもいいけど、病室汚さないでね。メメタンをベタベタにしたら、君のアバターデータの紙パーツ、全部消去するから。いっそ、モザイクとか、パブリックスペースを出歩けない見た目に書き換える。大丈夫そうだね。もっと落ち込んでるかと思った。その様子なら、すぐ作戦を始められるね。エリカ。それにこんな時。ハッカーにリスクはつきものだぜ。で、似てた？全然。悲しいくらい似てない。それじゃ、作戦を始めるよ。まずは、マザーイーターへの侵入路を探さないと。侵入路？出会ったばかりの頃、君が言ってたでしょ。エデンのどこかに。その場所は、そこを使って。そっか、新しく見た。イーター同士のネットワーク。すごい。これは私のアイディア。論文には別の方法でマザーイーターに。ねえワームも、接続部がど。ちょっと待ってね。自分の記憶を思い出すのは久しぶりで、私がもっと小さかった頃に大きなぬいぐるみがあった気がする。そこ。私は、それじゃあ早速ガラクタ広場に行ってみよう。なんだかワクワクしてきたよ。謎の化け物の巣から仲間を救い出すなんて、ハッカーデジモンにふさわしいビッグでデンジャラスなミッションだよね。千歳、待っててね。ヴァンガードのワームマン、ヴァンガードダブルが今行くよ。ハッカーデジモン？ヴァンガードって何？あの子、なんであんなにはしゃいでるの？何でもいいけど、あんまり張り切らせると後で大変だよ。あの子、こっちの世界に来てからますますドジが加速して。あー！
オーラね。じゃあ、あとよろしく。